あなたの記憶に残し、だ、いいな、と思う、たいのです。私が今来ているのは愛知県の名古屋でございます。名駅の駅前はね、もういつ見ても思うけど、すっごい栄えているよね。で、今日はですね、そんな名古屋から大阪の方まで向かいたいと思います。まあ、名古屋から大阪に行くってなったらね、まあ、新幹線ともう一つね、近鉄特急があると思います。新幹線はね、まあ、名古屋から大阪まで50分ぐらいでね、ピュッとめっちゃ早く行くんですが、対する近鉄特急はですね、名古屋から大阪まで2時間半もかけて行くんですね。結構ゆっくり行くんですよね。まあそれでもね、近鉄だいぶ早いんですけどね、最高速で130出しますし、はい。まあ新幹線と比べると近鉄特急はだいぶ遅い、特急列車となっているんですね。遅いんだけどね、近鉄特急ね、現在主力車両に火の鳥ってやつがいるんですけども、なんとですね、めちゃくちゃ人気なんですよね。遅いけど人気なんですよ。はい、使用時間倍くらい違うのに人気っていうね。どのくらいね人気なのかというと、満席の列車がたくさんあるレベルです。はい、火の鳥ってね、だいたい1時間に1本運転されているんですが、1時間に1本運転されていても結構なですね、数の列車が満席になってしまうんですよね。いや、どんだけすごい列車なんやねんって感じなんだよね。うん、わざわざですね、新幹線の倍の時間かけて行くのにもかかわらずですね、満席ってなかなかすごいですよね。どんだけすごい列車なんだよって感じです。非常に気になりますよね。今日はそんな大人気の近鉄名阪特急を使って、こう名古屋から大阪まで移動してきたということで、皆様に動画の方をお届けできたらなと思います。それでは本日よろしくお願いします。ではね、今名駅のですね、 JR 東海の方にいるので、早速近鉄の駅の方に行きましょう。いやー、それにしてもこのセントラルタワー、何度見ても思うけど、ほんとでかいよね。もう首がもげそうなくらい上を見上げないと見ることができません。じゃあ向かいます。というわけでね、近鉄の駅の方にやってきました。近鉄特急、ここに表示されていますね。各方面に近鉄特急は数多く運行されております。で、今日乗りますのは15時発の近鉄特急火の鳥大阪難波行きでございます。これですね。いやー、火の鳥ね、2020年デビューしてもう4年くらい経つんですが、非常に人気な特急列車なんですよね。さっきシートマップ見て、ほぼほぼ満席だった時はびっくりしましたからね。え、そんな乗ってんのって感じです。しかも今日ただの金曜日ですからね、それでそんなに乗ってるのは驚きですわ。はい、ということで5番乗り場の方にやってきました。この5番乗り場がね、火の鳥の発着するホームとなっております。ということで、ちょうど列車入線してきました。これが新幹線よりも所要時間倍かかるに変わらず非常に人気な列車ですね。倍かかって人気の列車ってすごいよね。車両は真っ赤なボディで非常にかっこいいです。すごいよね。座席もかなり快適そうです。で、この火の鳥っていうのはですね、まあレギュラーシートとプレミアムシート2種類あるんですよね。まあこれがプレミアムシート、まあ普通席みたいな感じなんですが、今日乗るのはですね、プレミアムシート、こちらのですね、すごいですよね、これめっちゃ上品、とても快適そうな列車に乗って、この名古屋から大阪難波まで向かいたいと思います。所要時間も約2時間です。非常に早いよね。いやー、これはすごい良さそうだよね。まあこんだけいい座席あったら確かにね、満席になるっていうのも分かります。めっちゃこれで良さそうなんだけど、実はね、新幹線よりもちょっと安いんだよね。はい、まあいくら、まあどれぐらい値段違うのかっていうのは後ほどご紹介します。じゃあね、扉開きましたので早速乗ることにします。いやー、すごいよねこれ。久々に火の鳥に乗るけど、今日プレミアムシート満席です。普通席はね、若干空席あるんだけどね、まあ他の列車はね、満席の列車もかなりありました。全部満席のやつもかなりあるからね、すごいよね。午前中は本当に良かった。今はね、もう夕方だからマシだけども、せっかくなんで乗る前に先頭車両をちょっと見てみることにしましょう。かっこいいよね。新幹線もね、かっこいいけども、この火の鳥も非常にかっこいい車両だと私は思います。すごいよね。昔はね、アーバンライナーっていうね、ちょっと陳腐化した車両、まあ、右に止まってるこれなんですけども、これがですね、名阪特急の主役だったんですけども、これはちょっとね、なんだろう、味気がないというか、そんな感じしますよね。だけど、この火の鳥は非常にかっこよく、なんだろう、主役の特急、看板特急って感じしますよね。で、これめっちゃ豪華なんだけど、新幹線よりも安いというね。それでは早速乗ります。おお、車内の雰囲気も非常に上品ですね。プレミアムシートはね、こんな感じで
ちょっと階段上がるんですよね。ハイデッカーとなっております。うわーすごい上品です。床はね、赤いカーペットが敷いてあります。こちらが本日座る座席です。非常に高級感のある椅子ですよね。まるで飛行機のビジネスクラスのような椅子です。後ほどですね、料金に関しては細かく説明しますが、この座席レギュラーシートプラス700円で利用することができます。たった700円ね、追加するだけでこんなに快適な座席になるのやばくないですかね。枕カバーには火の鳥のマークがあります。めっちゃ良さそうだよね。これで2時間なら全く苦ではありません。新幹線でも全然いいね。座席に座りました。リクライニングとかはね、全部電動で動かすことができまして楽ですね。さらに椅子はバックシェルがついていて、いくらリクライニングを倒しても後ろの人に迷惑をかけないような設計となっております。親切設計ですね。ということでね、そんなこと言っていたら15時ちょうどになりまして、列車は始発の名古屋を出発です。これから大阪難波まで約2時間の非常に快適な旅の始まりです。わざわざ新幹線の倍かけて走るわけですが、それを埋めるかのように非常に快適で、そして安いですからね、そりゃ人気なのも納得です。このプレミアムシートはね、満席ですからね、座席の上から頭がペコペコと出ております。免疫は地下にある駅で、しばらくは地下を走ります。かつて喫煙室があった頃は地下区間ではお吸いになれませんという放送がありましたけども、今ではもう完全禁煙になってしまいましたからね。この火の鳥は名阪特急の最速列車に投入されていて、途中停車駅は基本的に津と津良市、大阪上本町のみです。ほとんど途中止まらないんだよね。ほんと最速の列車です。地下から出てきますと右には車庫が見えますが、今日は車庫全然車両いないですね。見ててもそんなに楽しくありません。名古屋を出るとすぐに近鉄特急は非常に速いスピードで走り出しました。とっても速いですよね。途中駅もスピーディーに通過していきます。そして次の停車駅は津駅です。津という駅名は日本で一番短い名前の駅名らしいんですよね。漢字一文字、ひらがな一文字、ローマ字で3文字ですからね。ところで津のハングルってめっちゃ可愛い文字ですよね。なんて書くのかよくわかんないけども、この近鉄特急は鈴鹿山脈の山の中を走る列車で、新幹線と全く違うところを走っているんですよね。新幹線は名古屋から岐阜、滋賀、京都を経由し大阪まで行きます。一方近鉄は三重と奈良を経由し JR 関西本線と並走する区間が多いです。目の前に見えているのも JR 関西本線です。ちなみに近鉄の方が新幹線よりも距離自体は短いんですが、新幹線の方が圧倒的に速度が速いため、使用時間は近鉄よりも圧倒的に短いです。ここでこの火の鳥がですね、どれくらい安いのか説明しようと思います。新幹線は名古屋から新大阪まで普通車指定席で乗車券、特急券含め8460円もします。一方、火の鳥はレギュラーシートで4990円。今乗っているプレミアムシートはプラス700円で5690円しかしません。プレミアムシートでもね、新幹線の普通車よりも3000円くらい安いんですよね。これだけ安くて快適なんですよ。これならですね、確かに乗る人が多いのも納得です。新幹線と近鉄特急で出発時と到着時、まあ大体同じですが、もう完全に住み分けついてるんですよね。新幹線はとにかく急ぎたい人で、近鉄特急はそこそこ急いではいるものの、新幹線よりは安く、そして快適に行きたいという需要を狙っており、それをちょうどこの火の鳥が拾えたという感じです。そのため満席に近い乗車率になってるんですよね。いやーすごいよ。だけど新幹線と比べるとね、近鉄特急は本数は少ないので、まあ実際に輸送している人数を比べると東海道新幹線の方が圧倒的に多いですけどね。と言っていたら、あっという間に途中駅である三重県の県庁所在地である津に到着です。この列車津の次は大阪の鶴橋まで止まりませんからね。鶴橋まで止まんないのはなかなか衝撃です。三重県最大の都市である四日市は通過するのに、県庁の津にはねこの列車止まるので、ちょっとこの辺不思議だよね。ところでこの火の鳥って全面展望を見ることできるんですよね。今日はね一番後ろだったから少し見えにくいですけども、運転席の真後ろは一面ガラス張りになっています。一番前の席からの景色はさぞ良さそうだよね。伊勢中川の中川短絡線のところにやってきました。ここの短絡線を経由することにより、近鉄名古屋線から近鉄大阪線へシームレスに直通することができるのです。ここは近鉄大阪線と近鉄名古屋線、そして短絡線の3つの線路でデルタ線を形成していて、中には広告があります。ところでですね、この火の鳥って両線当社のデッキのところにコーヒーマシンがあるんですよね。このコーヒーね、1杯200円するんですけど、結構美味しいのでちょっと高いですが買うことにします。また隣にはね無料のロッカーもついています。いやー火の鳥めっちゃサービスいいですね。
ほんとこの特急サービス高すぎるよ、うん、これ K 大丈夫なのってぐらい安いよ近鉄、うん、でねこのコーヒーね目の前で入れてくれるので少し入れるのに時間がかかってしまいますが、その分美味しいコーヒーです。30秒ほど待ち出来上がりました。熱々です。伊勢中川まではね平野の中を走ってきましたが、伊勢中川を出ると鈴鹿山脈を貫く山越え区間に入っていきます。周りにはねたくさん山々がありますね。さっきの光景とガラッと、変わりました。ちなみに隣にですね普通席見てみたんですが、普通席レギュラーシートもですね結構乗っていますね。満席とはいかないですが、だとしてもかなり乗車率高いです。強力なライバルである新幹線がいながらもこの乗車率ってほんとすごいね近鉄、うん、頑張ってるよ。座席の方に戻ってきました。これがさっきですね200円しましたコーヒーです。香りが良くて本当に美味しいね。200円のコーヒーってちょっと高い感じするけども、これに200円は悪くないレベルですね、うん、美味しいです。鈴鹿山脈気がつけば超えていまして奈良盆地に入っていました。今通過しているのは大和八木駅です。もうここまで来ると完全に関西地方ですね。関西圏と中京圏ほんと近いわ。コーヒー飲みながらゆっくりしていたら、もう気づけばですね生駒山地越えてて大阪府内入ってきていたんですね。奥からは奈良方面からの近鉄奈良線です。奥にちょうど奈良線を走る電車いましたね。そして間もなく奈良線と大阪線は合流し福久線となり布施駅を通過します。布施を通過するとすぐに鶴橋です。近鉄日の鳥本当に早すぎるわ。鶴橋を出ると大阪上本町、そして終点の大阪難波ですからね。近鉄線は日本一の路線網を持つ私鉄ですけども、福久線の区間って実はほとんどなくて、確かこの布施と上本町前の間だけなんですよね。結構短い、わずか4駅のみの福久線です。つぶりの停車、列車は鶴橋に到着です。大阪環状線との乗り換えターミナルということで、ホーム上は非常に混雑していますね。またここで降りる人もかなり多かったです。ところで今更なんですけども、これブラインドあるんですよね。でこれすごいのが自動なんですよね。いやさすが最新の特急列車ハイテクですわ。え待って、てかさ鶴橋駅これホームドアついたんですね。ちょっとびっくりですわ。近鉄でホームドア意外ですね。近鉄ホームドアないイメージしかなかったんで、ドア位置とかバラバラだからね。で鶴橋を出ると上本町、大阪難波の順に停車していきます。もうここまで来ると完全にエピローグといった感じですね。ここから難波までは地下を走行していきます。大阪上本町気がつけば出ていまして、まもなく大阪難波です。屋根が真っ青に照らされてるんですね。寝ててもこんな色にですね屋根がなったら起きちゃうわこれ、うん、終着駅らしいですね。というわけで終点の大阪難波に着きました。大阪難波はですね南の中心として、新大阪のある北からはですねちょっと離れているんですよね。なのでその意味でもね近鉄特急と新幹線は住み分けできてるんじゃないかなと思いました。というわけでね、あっという間に大阪難波到着しました。いやー火の鳥は、まあ、所要時間はね新幹線と比べると長いですけども、いい車両ですからね、非常に体感時間的には短かったです。あもう出るんだ。まあこの大阪難波の駅は非常に忙しい駅ですからね、到着後すぐに発車します。はい、ということで本日は名古屋と大阪を結ぶ近鉄特急火の鳥に乗ってきたという動画でした。いや名古屋大阪間はね新幹線と並走しているのにもかかわらず遅いですね。近鉄特急は結構ね人気っていうのはですね、まあ、最初見た時うわー結構乗ってんなって感じでしたけども、まあ、実際乗ってみるとやっぱりね近鉄特急快適ですからね、まあ、その人気の理由っていうのも分かりました。はい、それでは、ちょっと長くなりましたがこの辺りで動画の方ね終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。ということで乗ってきた火の鳥は折り返し線に入っていきました。今回はねあのプレミアムシートの方を乗りましたけども、普通席も十分この車両は快適なんですよね。